どうもこんばんは、ヤヌムです。今回も東京ぐるりインボークのリニューアル新情報をお伝えしていこうかと思います。今回もおなじみ V ジャンプに掲載されていました情報です。一体いつまでやればいいんですかね、この企画。 RE 版ひなみが参戦決定。グルの少女ひなみ、大人びた姿で登場というわけで、早くも、ひなみの参戦決定とそのイラストが公開されています。原作でおなじみの人気キャラクターひなみが RE 版の美しく成長した姿で実装決定。イラストは今回も書き下ろし、実装をお楽しみに。味方全員を守ることができるだけでなく、体力の回復まで行える最高クラスの支援タイプ、チームの生存率を飛躍的に高められるとのことですね。可愛いですよね、 RE 版ひなみ。ひなみ性能はですね、支援タイプと書いていますが、誕生日ひなみもかなり優秀ですけど、 RE ひなみには味方全員を守る効果があるそうです。一旦の防御アップとか無敵化とか、の効果がですね、回復の効果に加えて、スキルで発動するんじゃないかと、予想できますね。あとお気づきでしょうか、このバトル画面いつもと違う視点なんですよね。いつもなら手前に自分のチーム自陣がいて、奥に敵の、敵がいる敵陣の配置なんですけど、画像ではですね、画面左に自陣、右に敵陣となっています。これスキル使った時にカメラワークが変わってこう見えるのかもしれないんですけど、もしかしたらこの新しい、カメラ視点固定の、モードっていうかパターンなのかもし、れませんね。アップデート情報、派遣システムの詳細が判明。東京23区内にある対象区域にキャラクターを派遣することで、占領ポイントを稼ぐことができる派遣システム。キャラクターごとの強化状況や派遣チームの編成で成功率が変化する。成功すると豪華報酬ゲット、追加コストを払うことで成功率を上げられるとのことです。これはグルカルにも、ほとんど同じようなものありましたよね。システム的には同じ感じですね。ちょっと字が荒くて読みにくいんですけど、派遣人数がですね、20分の4になっているのは、最大20人派遣できたり、1つの区域にね派遣できたりするんでしょうか。まだわかんないんですけど、バトルに参加できないけど派遣に適したアビリティを持つ派遣専用のキャラクターも実装されるようです。いかがでしたでしょうか。少ないんですけども、以上が今回のリニューアル新情報となります。リニューアル自体いつ来るのか分かりませんが、プレイできる日を楽しみに待つこととしましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。